御朱印集めてますか？はい、皆さんこんにちは。感じるスプリットのシュザンです。今日はね、御朱印のエネルギーを感じてみてもらいたいと思います。最近ね、その元号が変わった平成から令和になったということで、結構ね、御朱印ブームがね、起こってるんですよね。明治神宮とかね、その伊勢神宮とかのね、御朱印、5月1日の御朱印が結構ね、高額でね、転売されてるんですよね。まあそのね、転売とかちょっとね、まあ、論外として。で、もう一つね、まあツイッターとかで話題になってたんですけども、伊勢神宮のね、御朱印ご存知ですかね。まあこんな感じのね、まあ御朱印なんですけども、はい。結構ね、シンプルじゃないですか。その日付とね、印、御朱印のね、印だけしか載ってないと。はい。で、他の神社っていうのは、こうね、宝牌とか、宝牌っていう文字とか、なんかね、社紋とかね。で、あとはね、こうね、こう2枚全部使ってね、書いたり、結構ね、手が込んだものもあるんです。伊勢神宮はね、結構シンプル。だからこれを見て、その、もらった人がね、ちょっとがっかりしたとかね、ちょっとその格式にね、甘んじてるのではないのかっていうね、話がね、結構ね、ツイッターでね、話題になってたんですよ。まあ、文句を言った人っていうのは、そのね、神主さんにね、ちょっと諭されて、なんかね、分かったっていう感じで、まあ、収まったみたいなんですけども、はい。で、僕ね、御朱印からね、エネルギー、気が出てるっていうね、話をね、今日しようと思ってるんですけど、まあ、前回もね、したんですけども、今日はね、で、御朱印からね、まずは本当にエネルギーが出てるのかっていうのを感じてみてもらうのと、あとはね、シンプルな伊勢神宮と他のね、神社の、ね、エネルギーの違いっていうのを、ね、感じてみてもらいたいと思います。まずはね、感じる方法としては、まあ、スマートフォンをね、こう見ていただいて、まずはね、手をかざすというやり方ですね。で、御朱印帳がね、出てくるので、ね、手をかざして手の感触でね、確かめてもらいます。もう一つの方法は呼吸ですよね。まあ、呼吸の法則って僕は言ってるんですけども、いいエネルギーがあれば呼吸がしやすくなる。悪いエネルギーは呼吸がしにくくなるというね、呼吸の法則があるんですけども、それでね、自分の呼吸でね、感じてみてもらいます。あとは、その頭のチャクラですね。神様のエネルギーを感じると、頭のチャクラ、僕はね、神様チャクラって言ってるんですけれども、それがね、反応するので、こうね、御朱印の画像を見ながら、頭にね、こう手をかざすと、こっちのね、手で何かを感じる人もいると思います。じゃあね、今からね、見てもらいますので、手をかざすか、呼吸か、ね、頭に手をかざすか、みたいな感じでやってみてください。もちろんね、自分で御朱印持ってたらね、それでやってみてもらっても構わないです。じゃあ、今から移していきたいと思います。どうですかね。まあ、呼吸の変化とか、あとはね、頭のチャクラの反応、そしてね、手をかざして、見て感じてみてください。はい。で、伊勢神宮行ってみましょうかね。はい。これがね、まあ伊勢神宮ですね。下弦も感じてみてもらいます。はい。手をね、かざしたときにどういう感覚があるのか。はい。で、吉備津神社ですね。はい。で、伊勢神宮。吉備津神社、伊勢神宮、吉備津神社、伊勢神宮ですね。はい。やっぱね、伊勢神宮の方が何かね、強い感じがしないですかね。その手をかざした時にこうね、何か違う感覚を受けたり、あとは呼吸もね、多分しやすいと思うんですよね。鬼滅神社が悪いということではなくて、比較した上で、こっちの方がエネルギーがあるので、呼吸がしやすくなるっていうね、ことですね。はい。はい。どうだったですかね、エネルギーね、感じたでしょうか。やっぱね、御朱印ね、すごいね、シンプルなんですけれども、エネルギーがね、すごく高いんですよね。そしてね、この御朱印から神様のエネルギーが出てるんですよ。はい。だからね、まあ、内宮の神様、アマテラスの大御神のね、エネルギーが出てるんですよね。はい。だからね、実際に行った時には、ぜひね、御朱印もらってみてください。で、やっぱね、参拝したね、すごい思い出にもなりますし、やっぱね、こっからね、エネルギーをね、出てるので、それを感じる練習にもなるんですよね。はい。だからもうこれ自体が、もうお守りだっていうことですよね。もう御朱印ブームはね、全然否定するつもりはないですし、やっぱね、神様のエネルギーをね、感じられるね、いい機会ですね。ぜひね、集めてみてください。これも、伊勢神宮のね、御朱印ですね。新しいね、ちょっと、
巻き絵みたいなね、御朱印帳とかも出てたんで、ちょっと買ってしまいました。あと、まあ、御朱印にね、まつわるお話なんですけれども、一回ね、まあ、御朱印を書いてもらった時に、まあ、福岡のね、某神社で書いてもらった時なんですけど、タバコをね、吸いながらね、御朱印書かれたことがあって、それね、ほんと切れましたね。はい。でもね、逆に、その、御朱印ね、書く時に、その僕のね、御朱印にこうね、二回ね、柏で売って一礼して書き始めてくれる人もいたんですよね。それはね、すごく感動しました。だからやっぱね、御朱印に対するね、その捉え方をね、やっぱね、変えていただきたいなと思うんですよね。その、実際ね、神様のエネルギーを感じるものですし、これがね、お守りになるんですよね。はい。はい、どうだったでしょうかね、エネルギーね、感じたでしょうか。エネルギーね、感じた方がいたらグッドボタン。あと、御朱印のね、エネルギー感じたっていう方がいたら、まあ、グッドボタン。あとね、チャンネル登録、よかったらお願いします。他にね、動画もありますし、質問、感想、要望ね、コメントお願いいたします。あと、ツイッターとかフェイスブックとかやってるんで、フォローしていただいて、まあ、気に入ったらね、この動画のシェアもお願いいたします。で、以上になります。ありがとうございました。